まりさ、札幌ドームが日本ハムの本拠地移転で、深刻な状況に陥ってるって、ニュースになってるわ。ああ、このチャンネルでも以前取り上げたよな。さらに、2023年6月、札幌ドームの山川社長が、2024年3月期決算の見通しを発表。赤字幅が拡大することを明らかにしたんだ。と言いたいところだけど、そりゃそうよね。6億円かけた新たな対策が、だだ滑りでヤバそうだ。いろんな意味で気になるわ。今日は、そんな札幌ドームの近況に迫っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。札幌ドームの建設案が出たのは、1992年のこと。2002年のサッカー日韓ダブル杯の開催を見越して、札幌市が立候補出願書を提出したんだ。日韓ダブル杯か、当時盛り上がったわね。そして、1993年、無事札幌市での開催が決定した。これを受けて市は、約30ヘクタールの敷地を一括購入し、札幌ドームが建設されたんだぜ。おお、見事札幌市に開催決定、かっこいいわ。札幌市が、実際に営業開始したのは2001年で、2004年には、日ハムが本拠地として、東京ドームから移転してきたんだ。来たわね、日本ハム。施設は札幌市の所有で、運営は札幌市と、道内財界各社が出資する第三セクター、株式会社札幌ドームが行っている。まあ出資比率を考えると、ほぼほぼ、札幌市が運営しているようなもんだな。札幌ドームといえば、北海道のランドマークとも言われているわね。ところが、2018年、日ハムが移転を発表。やばいわよね、これは前回の動画でも扱ったわ。一応、サイド経緯を説明しておくと、日ハムが移転するのは札幌市の隣、北広島市。総工費600億円以上をかけて作られた、開閉式屋根と天然芝フィールドが特徴的な、エスコンフィールド北海道。2023年3月に開業したばかりで、出来たてほやほやのドームなんだぜ。わぁ、なんかすごそう。確か、温泉とかもついてるんだっけ？ああ、新球場には商業施設や宿泊施設、キャンプ場なども併設されている。北広島市も、地域振興プロジェクトを掲げて、気合十分なようだ。宿泊施設が球場についてるなんて、すごくない？さらに、球団には新庄監督、稲葉篤則ゼネラルマネージャーというレジェンドも帰ってきて、機運が高まっている状態なんだ。すぐ隣の市っていうのがまた、ね。なんだか、日ハムに見捨てられた札幌ドームと温度差を感じちゃう。だがこんな風に日ハムがわざわざ、隣の市に引っ越すことになったのは、紛れもなく、札幌ドームの殿様商売が原因なんだ。殿様商売？どういうこと？ズバリ、お金の問題だな。ドームが球団から得ていた収益は、リース料だけではない。広告、グッズ販売、飲食など、ドーム内の興行収益が、すべてドーム側に入る契約を結んでいて、その額は年間20億円以上。に、20億円？そっか。ドームのレンタル料以外にも、いろいろ支払わなくてはいけないのね。さらに、球団が苦しめられていたのは、この基本使用料だけではなかった。ドームが他のイベントや、コンサートを開催するときには、日ハム自前の、フィールドシートの撤去を義務付けられていたんだ。コンサートの予定が入るたびに、いちいち片付けなくちゃいけないってこと？それ以外にも、ドーム内のトレーニング施設や器具なども、もちろん毎回撤去する必要がある。わわわ、これはお金かかりそう。さらに、警備費、清掃代なども球団持ちで、これら球団側の経費は、年間15億円以上。経費15億円。それ、やっていけるの？一応、球団はドームから年間27億円の、広告宣伝費の補填を受けていたようだが、それがなければ実質赤字確定。日ハムの年俸総額は、27億円超と言われているから、球団の運営費は常にカツカツの状態だった。球団側は運営を続けても、全く利益にならないどころか、むしろ赤字。グッズ販売費などの収益まで、ドームが総取りするなんてちょっとひどいわね。このドームの圧政の影響で、日ハムは有能な選手に十分な年俸を提示できず、結果的に、ダルビッシュ有選手らの流出に、繋がったとも言われているぜ。うわ、本末転倒すぎる。ただ、日ハムは当初、本拠地を札幌市で続けたいという、意志が固かったんだ。だからこそ、散々交渉を続けてきたんだが、札幌ドームは一切聞く耳を持たない。それどころか、2016年には、突如使用料の値上げを実施。はい？この状況で値上げ？
理由として、消費税増税による影響とのことだったが、どのくらい値上げしたの？もともと、球団がドームに支払う基本使用料は、1試合あたり800万円。さらに、来場者数2万人を超えた場合、1人当たり400円支払う契約だったんだ。ふむふむ。来場者数が増えれば増えるほど、会場使用料も増えるのか。しかし、この値上げで、基本使用料は1回当たり約30万円の値上がり。さらに、2万人を超えた場合の追加の支払いは、来場者1人当たり15円値上がりして、415円になったんだ。これが年間70試合となると、かなりの負担だ。ただでさえカツカツなのに、これじゃやっていけるわけないわね。それを受けての今回の移転だな。札幌ドームは当初、移転はないだろうと高をくくっていたようだが、日ハムが本気だと知ると、焦って妥協案を提示。しかし、時すでに遅しだったんだ。札幌ドームには悪いけど、なんかスカッとしちゃうわ。で、日ハムがいなくなってしまうとなると、札幌ドームはどうやって収入を得るわけ？そこが、深刻な問題なんだ。札幌市が試算したデータによると、日本ハム移転後は、売上高が5割減になってしまう。5割減？年間70試合も独占契約している状態で、さらにドーム側に有利な契約を、球団は約20年間にも及んで、飲んでくれていたわけだからな。強気な態度をとっていた札幌ドームだが、プロ野球球団の本拠地移転は、大打撃であることに違いない。やっぱりそうよね。やたらとの様商売だから、何かしら策があるのかと思ってたけど、単なるハッタリだったか。ああ。札幌ドームはこれを受けて、2024年3月期の当期純利益が、2億9400万円の赤字となることをあらかじめ予測。2億の赤字？どうすんのよ。とはいえ、札幌ドームも黙って衰退していくというわけではない。一応、新たな策を打ったんだ。新たな作戦？どんな内容かしら？まず打ち出したのが、コンサートイベントの強化。その名も、新モードだ。新モード？何それ？札幌ドームの最大収容人数は、5万3820人だと言われているが、プロ野球球団ならいざ知らず、この座席を埋められるアーティストはなかなかいない。そうね。超有名アーティストでもない限り、なかなかハードルが高いわ。そこで打ち出したのが、間仕切り作戦。ドームの真ん中に黒い暗幕を垂らし、会場を半分に仕切れるようにしたんだ。なるほど。ターゲットとして、2万人以下の中規模コンサートを想定していて、工事にかかった費用は、なんと約6億円以上。暗幕で仕切るのに、6億円。さらに、球団に代わり、次の収益源として期待されているのが、J リーグのコンサドーレ札幌。今度はサッカーチームね。札幌ドームは2023年、コンサドーレ札幌のホーム全20試合を、開催することを決定。さらに、大型アーティストのコンサート、展示会の開催などあらゆる取り組みで、2024年以降は黒字に転換することを、予想していたんだ。また、2023年から5年間の累計で、約900万円の黒字見込みであることを発表した。おお、立ち直りが早い。だが、そう計画通りにことは進まなかった。ですよねー。札幌ドームの山川社長が発表した、2024年3月期決算の見通しによると、予想額よりも赤字額が拡大。金額は明らかにされていないが、当初予定していた、2億9400万円の純損失額から、さらに膨れ上がる予定だ。さっき黒字化する予定って言ってたじゃない。大きな原因となったのは、新設備、新モードの不振。ドームを半分に仕切ることで、中規模コンサートの開催が増えることを、期待していたが、新モードの予約数は今のところ0件。0件ですって？というのも、やはりアーティストにとって、わざわざドームでコンサートを開催する以上、ドーム全体を埋めることが一つの目標であり、ステータスだ。そうね。札幌ドーム半分だけ満員にしました。っていうのはなんか箔がつかないかも。しかも、1から2万人規模の箱であれば、わざわざ札幌ドームじゃなくてもいい。札幌市内には、約1万人収容の、まこまない積水ハイムアイスアリーナや、北海鍛えるなど、中規模な会場はすでに十分存在しているんだ。わざわざ半分に仕切って札幌ドームを借りるより、そういう会場を満員御礼にした方がいいわね。また、音響面の事情もあるんだ。ドーム会場を暗幕で仕切ることによって、音の反響が悪くなり、音楽ファンにとっては、聞き取りづらい音質になってしまう。そっか。コンサートとなると、そういう音響の問題も出てくる。そもそも、
ドーム会場はコンサートホールやライブハウスに比べ、音響面の処理が難しくなるんだ。アーティストによっては音質の問題から、ドームでの演奏を嫌がる人も多く、そもそもドームでの、コンサート開催の需要が多かったかと言われると微妙だ。そもそもの需要を見極められていなかったのか。また、アーティストに会場使用の営業提案をするにしても、こちらから、半分だけ仕切る形での使用を進めることは、失礼にも当たる。確かに。結局、2023年の札幌ドームでのコンサートは、会場をフルで使う、大型アーティストによる、わずか計4件のみで、新モードを利用してのコンサート開催は、1件も予定されていないんだ。6億円もかけた新モード、誰も求めてなかったのね。さらに、球団に代わるとも言われる、新たな収益の柱コンサドーレ札幌には、不安の声も大きい。え？そうなの？ああ。現在 J リーグで活躍している、コンサドーレ札幌だが、サッカーチームはプロ野球と違って、下部リーグへ降格する危険もある。現状の経営規模が数十年にわたって、続く保証もなく、不安定なんだ。そういうことか、確かに先行き不安。また、コンサドーレ札幌が、札幌ドームで開催する試合は、現状年間20試合ほどにとどまる、年間70試合を行っていた日ハムには、到底及ばない状態なんだ。うわぁ、足元にも及ばないわ。さらに、コンサドーレ札幌の原点は、そもそも厚別公園競技場。特にドームの試合にこだわる必要もなく、もし万が一 J2 などへ降格するようなことがあれば、そもそもドームで試合を、行っている場合ではなくなるだろう。うん。やっぱり、収益の柱と考えるには、少しリスキーかもしれないわね。さらに、最も打撃が大きかったのは広告収益だ。あ、それはかなり響くでしょうね。プロ野球の試合は、地上波での中継が年々減り、CS 放送や、ネット配信へと移行しているものの、それでも他のスポーツと比べて、野球ファンの数は桁違いだ。その広告効果は絶大で、日ハムだから広告を出していた、という企業も多かった。うんうん。それはそうよね。球団あってこその広告効果よ。実際、球場内の広告看板は、サッカーのテレビ中継に映り込む場所以外、ほとんどの企業が撤退してしまっている。きついわね。今回、日ハムが新球場へ移転することで、広告主たちももちろん、そちらに移転を考えるだろう。広告契約は基本5年単位だから、今はまだ契約を続けていたとしても、今後さらに、契約満了で打ち切る広告主は出てくるだろうな。これ以上収益の当てがなくなるわけね。さらに、札幌ドームを敬遠したのは、広告主だけではなかった。他にもまだ誰かいるの？日ハムがいなくなり、球場のスケジュールが空いた札幌ドームは、2022年8月、開業以来初めて、高校野球の試合開催を決定。おお、今まで日ハムの本拠地として、スケジュールが埋まっていたけど、今なら空いてるしね。開催されるのは、2023年10月に行われる、秋季北海道高校野球大会全道大会。高野連の狙いとして、秋季全道大会優勝校は、神宮球場で行われる明治神宮大会に、出場する必要があることから、札幌ドームの球場で、人工芝に慣れてもらうという目的があったようなんだ。あ、札幌ドームって人工芝なのね、なるほど。離れの目的か。しかし、高校野球の花形といえば、やっぱり夏の甲子園でしょ。ああ、その夏の高校野球の開催地だが、これももしかして、札幌ドーム？いや、それが違うんだ。選ばれたのは、エスコンフィールド。ガーン、宿敵に美味しいところ取られてるわ。ああ、やはり、日ハムの新球場として注目が高まっているだけに、エスコンフィールドは、高校球児にとっても魅力的な球場なんだ。完全に持っていかれてるわね。さらに、さっきちらっと説明した人工芝だが、札幌ドームの床の硬さが、伸び盛りの高校球児に悪影響を与えないか、心配されているんだ。床の硬さ？ああ。札幌ドームの床は硬いコンクリート製で、その上に人工芝のロールを広げただけの簡素なもの。え、そんなところで野球できるの？実はこれも、日ハムが撤退を考えた理由の、一つだと言われているんだ。確かに離れする程度には、いいかもしれないが、長期間こういう会場で、練習や試合を行うと、足腰を痛める恐れがある。また、試合中むやみにスライディングができないから、パフォーマンスにも影響が出る。なるほどね。怪我しないか気を使いながら試合するのは、集中できないかも。また、
札幌ドームは、ベンチからホームベースまでの距離が長めなんだ。これも使い勝手が悪い原因になっている。もろもろトータルで考えると、やっぱりどう考えても、エスコンフィールドに軍配が上がりそうね。ただ、札幌ドームも先行き不安な状況を脱出しようと、いろいろと計画はしてるんだ。そうなの？どんな？例えば、大型アーティストのコンサート。2023年7月には、ドリームズカムトゥルーのコンサートが決まっていて、ツアー名に史上最強の移動遊園地、とある通り、ドームの規模感を生かした、壮大な演出が期待できるのではないかと、評判なんだ。ドリカムライブ、いいわね。また、同じく7月には、ラグビーの試合、リポビタン D チャレンジカップ2023を開催。パシフィックネーションズシリーズの、日本代表とサモア代表の試合で、こちらもラグビーファンから注目されているんだ。サッカーや野球に限定せず、いろいろ企画しているのね。ああ。でもここでも不安視させているのが、コンクリートの硬い床と人工芝。確かに、ラグビーってかなり激しくフィールドで揉み合うわよね。人工芝が、ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃない？ああ。選手の足腰への影響も心配されているぜ。また、珍しい展示会も企画している。あ、展示会なんかも、ある程度の期間、ドームを貸し切ってくれるわけよね。収益源として期待できそう。どんな展示会をするのかしら？それが、ちょっと変わってるんだ。変わってるって？2023年8月1日から4日の間、札幌ドームで開催されるのは、下水道展23札幌。下水道？北海道といえば、農業産出額日本一を誇る地域として、有名だが、実は最近、下水道×農業に注目が集まっているんだ。まだイメージ湧かないけど、どういうこと？つまり、下水汚泥をうまく農肥料に活用することで、国内肥料資源の活用を目指そうという動きなんだ。それは素晴らしい試みね。これに伴い、展示会では下水モデルの展示や、キッチンカーによるご当地グルメの販売、さらには、可愛いうんこモチーフの、グッズを集めた限定ショップ、うんかわマルシェまで登場する予定なんだ。まあ確かに下水活用ってそういうことよね。いろいろと幅広く、札幌ドームも頑張っているのね。今回の札幌ドームの一部始終を受けて、地元民の間では、こんな声が繰り広げられている。気になる。これまで日ハムにしてきたことを思うと、自業自得。見通しが甘すぎる。取り壊した方がいい。などの声が相次いだんだ。結構厳しいわね。地元民は北海道のランドマークとして、誇りに思っているのかと思いきや、結構辛辣な意見ばかりだわ。さらには、ダブルハイのためだけに作ったのが計画なしの無能。さら地化してマンション3棟くらい建つんじゃない？という意見も寄せられた。そうねえ。元はといえば、ダブルハイのために作られたのよね。日ハムが来てくれたからよかったけど、それがなかったらもっと早く衰退してたかも。だが日ハムの新球場、エスコンフィールドも、問題なく順調というわけでもない。え、そうなの？好調なように見えるんだけど。と、期待されていたんだが、蓋を開けてみると集客の面で苦戦しているようなんだ。マジで？例えば、2023年4月14日からの西武3連戦では、週末にもかかわらず、観客数は約2万4000人程度。さらに、初の平日開催となった18日からのロッテ3連戦は、平均約1万6000人程度と、2万人にすら届かなかったんだ。エスコンフィールドの最大収容数は3万5000人だから、満員には程遠いわね。集客で苦戦している理由の一つとして、立地の問題がある。札幌の隣でしょ？そんなに立地悪いかしら？最寄り駅となる JR 北広島駅は、新千歳空港から快速で20分ほど。じゃあ言うほどでもないじゃない。でも問題なのが、駅から球場までの距離なんだ。北広島駅からエスコンフィールドは、歩けば徒歩20分はかかる距離。それなのにシャトルバスの運行が少なく、試合当日にはファンが大渋滞。間違いなく混むわね。さらに、建設の後になって、エスコンフィールドが使えない疑惑も浮上した。使えない？どういうことかしら？公認野球規則により、本塁からバックネットのフェンスまでは、約18メートル以上必要と定められているんだが、エスコンフィールドは15メートルしかないことが、判明したんだ。3メートルも足りない。なぜこんなことに？どうやら設計会社と、うまく連携を取れていなかったようだな。ボンミスすぎる。エスコンフィールドは、取り急ぎ改修工事を計画する一方で、来季は現行の球場のまま、使用を認められることになったようだな。よかったわ。
新規の会場だけに色々課題はあるが、何より新庄監督の指導のもと、若い選手も出てきている日ハムには、期待の声が高まっている。球団とともに、新球場も成長していくだろうと期待されているぜ。今後の活躍が楽しみだわ。で、札幌ドームの話に戻ろう。ああ、エスコンフィールドの話に、つい夢中になってしまったわ。今後の札幌ドームはどうなっていくのかしら？当初、札幌ドームは、約5年のスパンで黒字化を計画していたが、力を入れていたはずの新モードもこけ、なかなか収益改善は難しそうだ。そうね。いろいろ頑張ってはいるものの、やっぱり日ハムがいてくれた頃のような、安定収益は期待できないわね。その一方で、札幌ドームの歴史を見てみると、営業開始してまだ20年程度と、そこまで老朽化も深刻ではない。収益の柱さえしっかりすれば、まだまだ活躍できたドームだっただけに、残念だという声も多いんだ。なんかもったいない感じはするわね。さらに、6月に開かれた株主総会では、イベント利用がまだ増えておらず、さらに光熱費も上がり、よりコストが悪化していることを発表。うわぁ、こんな時に電気代も直撃。今後は、アマチュアスポーツでの利用の促進も視野に入れて、主催イベントの拡大。また、広告事業の強化を行っていくことで、なんとか収益を安定させたいと考えているようだ。球団のいなくなった今、どうやって広告事業を強化するのかいまいちわからないわね。ちなみに、予約ゼロ件だった新モードは？これについては、山川社長も触れているが、まだ前例がないから、みんなどうやって使ったらいいのか、戸惑っているのではないか、と考えているようだ。ぜひ使いたいというアーティストが、一組でも現れれば、なんとなくイメージがつかめて、予約数も増えていくのではないかと予測している。そういう問題かしらね。今後、新モードで演奏を行うアーティストが出てくるか、チェックしてみよう。そうね。日ハムに見限られた札幌ドームの先行きは、なかなかシビアだということが分かったわ。新たに打ち出した新モード目線、どう立て直していくのか、なかなか難しい状況だな。みんなは札幌ドームについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。